と。おー、断食道場ってなんかあの筆字書いてある。我慢して我慢して美味しい。ブラボーク、イエーイ。ということで、はい、皆さんは何のくくりですか、はい、せーの、私たちはダイエット続かない芸人です。お、はい、私たちダイエットがですね、はい、まあ続かないんですよ。今日はちょっとその過去の失敗談だったりとか、あのこういうことをしたら痩せたけどでもここでつまずいたよっていうのをちょっと皆さんにお話ししていこうかなっていう感じなんですね、はい、じゃあまずはマリナさん、はい、今まで失敗したダイエット何がありますか。はい、じゃあ、はい、二日酔いダイエット。おー、なんか聞いたことあるな。よく言うな。どういうダイエットなんですか。まあ、これは去年やってたんですけど、お酒、うん、お酒飲むじゃないですか。お酒をちょっと我慢するわけにはいかないと。譲れないよね。譲れないよ。そこは譲れない。でもお酒、まあ、うん、仕方ない、できないです。お酒を飲みながらダイエットする方法はないかと考えた結果、うん、毎日限界まで飲み続けて毎日二日になれば痩せるんじゃないかという。おー、はい、まあ一理ある。一理ある。食べないですもん、全然食べれない。ダイエットをやったんですけど、うん、当たり前に体に良くないよ、うん、めちゃめちゃ体弱くなったよ。あの時のマリナは確かに痩せてたよ。ゲソゲソ。ゲソゲソ。肝臓自体が機能が悪くなっちゃってるから、うん、荒れてるから、うん、で肌も荒れるし、うん、痩せる前に体にガタきちゃうみたいな。ガタきちゃう、うん、健康な痩せ方というか、もう5日間ぐらい胃が痛すぎて何もご飯食べなかった、うん、で一緒に行ったもんね。そう、病院行った。病院行った。ダイエットとかじゃない。病気じゃないですか。病気ないよ。病気痩せる。胃が、でも、もう胃が、うん、もう焼けちゃって、疲れ、ダイエットはもうやめました。もうあれから、もう二度と、すいません、これ、なんだこれ、じいちげしぽい、ぽいじゃん。ぽいけど。じゃあ次、サオリンさんは何失敗しました、はい、じゃん、18時以降ダイエット。え、これこれ食べない。できそう。なんで、これよくあるじゃないですか、18時以降食べない。これもし今ダイエットするってなったら、これ、うんうん、最初の1日目とか調子いいんです。18時以降食べないじゃないですか、うん、で夜飲みに行くじゃないですか、はいはい、夜中の1時2時になってくると酔っ払うんですよね。もちろん、あ、食べてないから酔っ払うんだってなって、スキッパラって言っちゃう。確かにスキッパラって酔っ払う。だからあのたこ焼きとか出前しちゃうん、ね、あ、食べちゃうっていう意思の問題。気づいてると食べてるから言って、覚えてない時もある。食べてないのに体重減らないなっていう時は、うん、友達に確認すると、うん、カップラーメン食べてたよとか。記憶もないんですよ。そうないんだ。頭悪すぎる。一番健康に悪いじゃん。お酒と食と飲みたいっていう気持ちは抑えきれない、うん、そうなん。お酒はやめれないんですね、2人とも。そうですね、やめれない。でも絶対条件、うん。じゃあアリシャンさんは何で失敗しましたか。はい、私こちらですね、じゃん、断食ダイエット。あー、もうまさに断食道場とかに行きましたんですよ。そこまで行ったの。本当にガチなやつ、うん、痩せはするんです。体重はもちろん落ちるんですけど、リバウンドがすごい。セルフ断食してる人とかって結構正しいやり方をしないと本当にすぐパンってリバウンドしちゃうんですけど、1週間ぐらい断食道場行くっていうのを5回過去にやったことあるんです。すげえな。すごくない。どんなことやるんですか、断食道場。伊豆の断食道場はいい料理が出てくるんですよ。3日間は酵素で生活して運動したりとかして、4回5回徐々に美味しいご飯が出てくるの。お粥とか、最後の7日目はちゃんとしたなんか定食っていうかいいのが出てくるんですけど、群馬県の断食道場がそこやばくて、断食道場ってなんかあの筆で書いてある、なんか木に習字書いてあるみたいな。そこはマジでね、やばかったね。厳しい。朝5時に起きて雑巾がけしていうか、寺の修行みたいな感じで。そうだよね。そう、運動なんだそれは。まず生活のリズムを変えていくってところが、まずは健康、健康とはってところから始まるんだよ。でそこでまあ朝当時雑巾がけして、うん、布団干して山散歩行って、めちゃくちゃ動かすんですよ。でそこの断食道場の道場長とか奥さんとかって20年近くコンビニも入ったことないし、マックも行ったことない。血液が流れる生き物のご飯を食べる。ファーストフードとかもロンガイ、もうロンガイロンガイ、牛乳も飲まない。玄米でできてるミルク、玄米ミルクみたいなのを飲んでたりして、はいはいはい、その話を聞いて、余計な反動というんですかね、うん、断食道場終わった途端すぐ飲み行くっていう
ファーストフードもめちゃくちゃ反応でやばい、我慢して我慢した分おいしい結果的に意識の問題なのかなと思ったけどね、はいはいはい、食を断つとか無理のあるダイエットってやっぱ続かないなって思いましたね。明日だけ痩せたいとかさ、その一時的なもんだったら もしかしたらいいかもしれないけど絶対続かないよね。そう思うんですけど、体重をグーンって落とすのってめっちゃ気合がいるけど、コツコツ毎日続けられるものをやってればいいんじゃないかなってうちは思うのよ。そのむくまないように対策するとか、生活の中でちょっとプラスできるものを続ける、そういうのが一つの美意識なのかなとは思いますけどね。じゃあ逆に、はい、今続いてるダイエットってありますか皆さん。ダイエットっていうか分かんないんですけど、私的な考えだとその日のむくみはその日のうちに取った方がいいって思うんですよね、はいはいはい、むくみとかが蓄積されて脂肪になっていくってよく言うから、吐くだけ丸々みたいなのが結構、うんうん、続くというかが、まあ、一番うちの中では続けられてるかなっていう感じ で今も履いてるんですけど、私たちがあの、はいはいはい、紹介してるのねグラマラスパッツ、あの韓国で、そう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 、これ私多分ショートタイプの方ずっと履いてるのが、そうこれナイト用で、マリナが履いてるのが日中用というか、これは抑えなってる、これは多分いつから紹介してるかな、去年の冬、あそんな前から使ってるの、これで韓国の街歩いて待ってた、お休み用と普通に普段使いできるよう2個あるんですけど、お腹をの形がこうストーンって出る服、ニットのピタッとしてる、はい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 、この服を中に忍ばせて着ると分かる、分かる、下っ腹が出ないっていう、はいはい、そう食べてもすぐ出る人とかも結構、あこれめちゃくちゃいい、これ履いて飲みに行くの結構おすすめなのしかもねバレないのよ、そうバレないバレない、バレない、マジで韓国3人ともこれ履いてさ、上パーカーとかで歩いてた、家に帰って脱ぐと超スキンするの、締め付けによってその血行促進とか、うん、リンパの流れを良くするとかでむくみにくくなるっていうのがあるから、寝る時とか、まあ、それこそ日中とかも全然超おすすめなんですよ。むくみ体質の人あるあるだと思うんだけど、うん、歩いてると、うん、途中で足痛くなるの、もうパンパンになりすぎて疲れちゃうの、痛くなっちゃう、良くない、でもそう痛くなっちゃうから、だから履いてる方がいい、最初は案件でもらったんですけど、はいはいはい、そっからもう何着も買い足して買い足して買い足して、うん、自粛中ずっとじゃあこれ履くだけだからって続くも続かないもんないよ、パジャマ着るパジャマ着るないよ締め付け具合が他のそうスパッツと、え痛くないんですか、痛くない痛くない、むしろ気持ちいい、気持ちいい、履くときにちょっとグッて力必要かもしれないけど、うん、そっからめっちゃきついとかない、うん、一回履いちゃえばあんなにきつかったはずなのに、うん、履けるのずっときつくない、これマジで不思議、しかも一着から買えるんですよこれ、なんか何個セットじゃなきゃダメとか定期購入とかで1着から買えるんで、しかも まとめて3着とか買うとショートバージョンがついてきます、あついてるんですか、ナイト用、そうナイト用のやつが、もうショートバージョンと通常バージョン2個持ってるので絶対持った方がいい、うーん使い分けた方がいい、そう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 、お尻がキュッて上がるのよ、体のラインを下げできる、キュッてなってる、そう上に上がってるこのラインがキュッとなっとるんよ、なっとるんよ、なっとるんよ、お腹までそうどこまでそう、上まで、周りの上まであるんです、バソンって、バソンって、めちゃくちゃいい、詳しくは概要欄の方に貼ってるので、はい、はい、見てみてください、はい、じゃあ最後に、動画を見ている、はい、ダイエットをやりたいなと思ってる皆さんに、はい、一言、エールを、アメリカみたいなね、はい、じゃあ私からですか、先はほどほどにガチでダイエットしてる人に向けて打ち出されてよ、あ、本当ですか、何ですか、え、はい、これは成功の付録、なんか多分どっかから送ってきたんだろうな、昨日韓国ドラマ見てほかほかだじゃあ最後、マリさんで、まあ、頑張れよ何だった絞り出したんだろう頑張れよっていう、まあそれだけなんよ結局、じゃあ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 それを踏まえて私から、じゃあ、じゃあ私それを踏まえて、とにかく、概要欄を見て